てます。ありがとうございます。はい、では紹介させていただきましょう。はい、では私から、トッシーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。虹ヶ崎の皆さん、こんばんは。こんばんは。先日イングスタで虹ヶ崎の絆エピソード6話から12話が公開されましたね。全員のエピソードを読んだのですが、それぞれがセカンドアルバムのソロ曲の歌詞とリンクする内容でとても感動しました。うん、皆さんは印象に残っているエピソードはありますか？あったらぜひ教えてほしいです、だそうです。なんかあります？みんなこう、印象に残ったエピソード。あるよ。やっぱ私としてはちょっと語るには、語らないわけにはいかないやつがあるね。あるね。ちょっといいんですかね、言っちゃってね。りなちゃんのこのそう暴動がついに開ポンって立ってりなちゃんの素顔が公開されたと思うんですけど、皆さんどうでした？そうだよね、めっちゃ可愛かったよね。なんかそれになるまでの話もエモエモじゃん。そうなんだよ。なんかりなちゃんはただボードつけてるだけじゃないんだよ。天使可愛かった。その通り。私今待ち受け。天使天才天の字だよ。あ、確かにそうだよ。そうだよ。だからね、絆エピソードにをちゃんと読んでからの2曲目があるので、まだ読んでない人はね、ぜひ読んでほしいと思います。はい、お願いします。お願いします。